来るときですね、首都高速湾岸線を走ってきまして、ちょっとドライブレコーダーに映ってるかわかんないんですが、後で後ほどちょっと見てみますが、ちょっとなんか踏んだような感じがあったんですけど、でただですね、そんな大した大きいものでもなかったんで、まあ気にしないで来たんですね。でちょっとこれ分かりますかね、この映像で。どうもパンクしちゃったみたいですね。これで分かるかな。ちょっとどうし、多分それが原因だと思うんですが、ちょっと悲惨なことになってしまってるので、これから JAF を呼ぼうかちょっと考えてるところです。ちなみになんともない方もちょっと撮ってみますね。なんともない方はまあこういう感じですね。まあ押してもしっかり空気が入っている状態ですね。でこっちを押してみると、まあどうなんだろう。ただこれ引っ込んでるだけなのかな。でも明らかになんかタイヤがくにゃーってなってるけどな。でこれパンクじゃないのかな。ちょっと場所変えてみますか。ここ押しでも結構動くんですよね。でもこんなに潰れないと思うんですけどね、タイヤ。ちょっと場所移動してみたいと思います。ちょっと駐車場の場所を変えました。やっぱりパンクしてますね。うわー最悪とりあえずちょっと JAF 呼びたいと思います。ちょっとこれ映像でパンクしてるかどうなん、ちょっとこれでわかるかな。もうなんてベローンってこうたるんでるような感じですね。完全に空気抜けちゃってるんで、まあ普通はこういう感じでしっかりなってるんですけど、これでわかるかな。完全に空気抜けちゃってますよね。これはパンクですね。多分四国首都高の落下物にやられましたね。ちょっと JAF 呼びたいと思います。じゃあですね、 JAF のアプリがありますので、これからちょっと呼びたいと思います。ロードサービス、救援要請、お困りですね。お怪我ないですね。まず車を止めて安全な場所へ移動してください。まあ駐車場なんで問題ないですね。安全な場所ですね。でまあこれ私の個人情報がありまして、まあ今すぐ呼ぶですので、今すぐ呼ぶを押します。あ、車両情報、この下に車両情報、日産シルバーですね。まあ他の動画見てる方は分かると思いますが、まあ車種はセレナです。で今リネツ金沢なんですっていうとこなんですけど、これを拡大すればいいかな。なんだ、どこ、ちょっと待ってください。これはあ、ここか。今ここの駐車場の、まあ、大体この辺にいるので、これ駐車場の道だよな。ああそうですね、駐車場の道だからここでいいんかな。
この位置に呼ぶ、うん、駐車場所は駐車場ですね。あれ、どのようなトラブルですか。タイヤ、助手席後ろですね。これ位置とかも、もうこと細かくあれなんですね、事前情報はできるんですね。詳しく状況を教えてください。まあ、パンクですね。あれ、路面状況、ん？いや別に駐車場なんでまあいいんじゃないですかね。写真添付、さっきなんか写真撮ったんで、これでいいか。写真添付しました。内容を確認する。タイヤトラブル、パンクでしょ、でここでしょ、今このリネツ金沢の場所ですね。まあ自宅ではないですけど、まあ駐車場なんでいいでしょう。でこれ私の個人情報、四輪日産セレナですね。はいはいはい。JAF の会員なんでこれでいいと思います。入力内容を送信しました。多分これでいけたと思いますね。更新受付中、これでいいですかね。多分これで来てくれるんだと思いますわ。とりあえずちょっと待ってみます。ちなみにですね、今ご要請内容確認で、到着予定時刻申し訳ありません、救援号車確定次第ご連絡いたしますと、受付完了出動準備中になってますね。まあ、とりあえず待つしかないですね。ですね、アプリでこのチャットで通話っていう連絡っていうのがありまして、これ見たら来てまして、今時間がですね13時10分なんですけど、お困りのところ申し訳ございません、110分後の14時45分頃。いやー結構待たされますね。これなんか涼しくなったし、そんなにまあ、バッテリーのトラブル、夏はなんか急増してるとは言ってましたけど、もう今2022年9月21日でもうだいぶ涼しくなってきたんで、まあ今日は早いんじゃないかなとは思ったんですけど、まあ一応改めて隊員から連絡がありますって書いてありますから、まあちょっと待つしかないですね。いやーこんなにかかるんかな、14時45分、まあ、とりあえず待つしかないですね。ちょっと待ってみます。とりあえず JAF ロードサービスは連絡しまして、ちょっともう一回改めて見に来たんですが、やっぱさっきよりちょっと抜けてきた感じかな。これなんかたるんできましたよね、すっごいだいぶ。いやまあいったな、ほんと。で実際走ってみてやっぱり重たかったですし、もうしょうがないですね、待つしかないですね。1時間半ぐらいかかるみたいですね。とりあえずもう待つしかないですわ。今連絡がありまして、ここまあ横浜市金沢区なんですが、JAF の隊員の方がですね、ちょうど先ほど神奈川県大和市で作業をしたのが終わったらしくて、これから向かってくるそうなんで、大和っていうのはまあ横浜市、あの東名高速の横浜町田インターのすぐそばの方なんで、
まあそれはかかりますね、確かに。なんか近くにいないみたいで、横浜市内にいないみたいですね。まあ別な隊員の方が開けばそっちの人に変わる可能性もあるみたいですけど、とりあえず一番近いのがその大和から来られる方らしいので、まあとりあえずちょっと待つしかないですね。やっぱアプリは便利ですね。今ちょっと時間が多少早まりましたね。まあこの大和、要するに横浜町田インターの方ですね、東名ので、まあ横浜市金沢区ここなんですけど、でもこれ今時間が13時46分、まあちょうどだいたい30分後ぐらいなんですが、30分じゃ多分さすがに着かないと思うんですよね、ここまでね。問題はこの保土ヶ谷バイパスですよね。まあ保土ヶ谷バイパスが混んでると多分やっぱり1時間はかかるんじゃないかなと思いますね。まあでもこれ電話連絡よりかはまあアプリだとちょっと便利ですね。ほぼ予定通りですね、来てくれることになりました。ちょっとまあ もし撮影しても大丈夫っていう許可もらえれば、ちょっと作業してるところちょっとだけ映させてもらいたいと思います。あ、応急処置するのにちょっと開けなきゃいけないっていう感じ。そうです。あー、なるほど。この穴掘って、はい、で、こんなのりみたいなやつを、はいはいはい、この中に入れてって、はい、でこの、おお、なるほど。それは確かにずっとは無理ですね、確かにね。そうです。けどまあこれ結構いい材料なんだ、いい、はい、応急処置修理の材料なんで、抜けにくくはなってます。黄色いやつを抜いて、このままどうやって開けちゃう？あ、そうそう、開けちゃって。いや、タイヤ買わなきゃダメか、じゃあ。もうダメっすね。あー、とりあえずそのじゃあ刺さった釘の現物はもうじゃあどっか行っちゃったね。どっか行ってますね。穴がちっちゃかったからとりあえずはまだあれですね。ちょこっとしか抜けてなくて、はいはい、これ石鹸水なんで、はい、泡が出るやつなんですけど、はいはい、あの泡の量見てもやっぱほんとギリちょっとあの貫通しちゃったかな。あ、それ結構ゆっくり突っ込んで、とりあえず応急処置として直してもらいました。ちょっと見えますかね、こんな感じになってるみたいですね。いやー、でももう一時的な応急処置ということで、まあ確かにちょっとタイヤの溝ですね、結構これ減ってるには減ってるんですけど、なんか見やすいとこあるかな。まあいつかはちょっと
変えなきゃダメかなとかは思ってたんですけど、まあ、ここあちょっと分かんないですね。基本的にはもう変えた方がいいって言われちゃいましたね。まあとりあえずはこれで帰りたいと思います。でちょっとドライブレコーダーのデータ見てみますね。実際 何を踏んだのか、ちっちゃい穴なんで、まあ釘みたいですけど、でも音はしてたんで、なんかちょっとんっていう感じはあったので、釘では多分ないと思うんですけどね。まあちょっと残ってればいいんですけどね、ちょっと分かんないかもしれないです。いや、とりあえずこれで帰りたいと思います。とりあえずは助かりました。